大井さんやばいじゃん。何の一曲の一本バドラはスーピンです。前原のぞみをつないだ親番。お、白昼統一で、あ、初の統一になりました。なぜか静かになっちゃいました。わーとか言わない。息を飲んでしまいましたね。まあ解説席からね、スタジオのでめちゃくちゃ遠いので絶対聞こえないんですけど、おっ、ね、さあ初が抜けました。いやけどなんかこう息飲んじゃいますよね。ね、なんかこう、あんまりわーって言ったら聞こえちゃったらどうしようみたいな。わーって言ったら聞こえちゃうんじゃないかみたいな。そうです。大丈夫です。こちらのスタジオはもう階が違いますね。はい、対局室と。すごく遠い。はい。さあ前原。あ、特注チューンがある。ただね、順番は遅そうですよね。うん、お高瀬から切っていきました。うん、ただ、遅いってことは、この間に白やチューンが重なる可能性もあるわけですよね。そうですね。さあ、イーソーポンしました。おぉ、イーソーポン。積極的に仕掛けていく前原。ここは主導権取り行きましたね。もう早い段階で、もうフロー数増やして、相手に打敗制限を兼ねると、まあ、基本的につま上がりベースですね、考え方は。さあ、白とチューンは園田が1枚ずつ持っている。ってことはまだ2枚あるんですよね。はい、山に1枚ずつ残っています。大変ですよ。あー、来た、白。大変ですよ。ちょっと待って、どうしますか。三層。本一はいらないですか、ね、もういらないですね。いらないです。三層ですか、はい、あ、数番ですか。はい。小三元本一の場合もありますか、金間ですからね。さあ、どうなる前原。とはいえってやつですよね。はい。あ、チューンが出た。前原大三元先輩三層短期。いや、ドキドキしてきた、本当に。やばい、なんか。え、こんなに早く。え、しかも三層全員山です。全部山。三つ残っている。これはね、しばらく三層短期でいると思いますよ。いやー、緊急事態ですね。たった五巡で。さあ、大井もそれを察知しているのか。ありますね。僕じゃない。恐ろしいことになってます。はい。はい、あ、今ちょっと泣いた向き直してますね。はい、大丈夫です。泣いた向き。はい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 、あ、おじさん、これ、いいピン。はい。異常事態を察知しているか。園田さんも、これは白はもちろん切れないですし。いや。前原は初、イーソーチュンとポンしました。これは。ええー。E ピンは今切られたばっかり。老僧三層と手から出す。前原 E ピンは今切られたばっかりです。大井が一巡前に切ってる。老僧三層はこれ、大井さんやばいじゃん。ええ、やばい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 。そんな感じなんですか。いやいや、だってない。1だよ。え、1?1、1しかない。さっき切った 1? いや、1ですよ。そう切る？え ?2 枚取る。1! あ、前原からロンの声出ました、大三元。親の大三元、4万8000点の一本場。4万8300点。一本場です。はい。前原大井から出上がって、一気に大逆転。こんなことが。はい、本当に。いや、いいピンしかないです。うわー、はい、先ほど切ったいいピン、そのタイミングで手が割っての。そうですね、まあ、もちろん短期、コロコロのケースももちろん読んではいると思うんですけど、それは別に E ピンじゃなくても全部同じなので、トイトイがない以上 E ピンしかないですね。もうこれは巡り合わせが悪いとしか言いようがない。本当に不運ですし、前原さんはもう幸運をつかみましたね。そして今回は何ですか、これは白が4枚、初がドイツ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。また、この曲が見たいなどのリクエストもお待ちしております。